馬は使えないかも。トミーが乗ってったからマリアが厩舎に鍵かけちゃったの。トミーのバカ。他の方法を考えよう。車か馬か何か。オッケー。シアトルまで結構大変かも。そうなるかもね。考え直したっていいんだよ。うん。無理して欲しくないだけ。エリー、一人では行かせない。分かった。バックパック取りに行く。東門に隠しておいた。そこから抜け出すんでしょ。何がいるの？取ってくるよ。自分で行く。そう。平気だよ。行こう。ここで待ってるね。ありがとう。
どうかした？マリア、俺はシアトルに行く。割り切ることなんてできない。俺が奴らに裁きを下す。エリーが俺を追おうとするだろうが止めてくれ。銃と馬をあいつから取り上げて部屋に閉じ込めろ。肩がつくまで時間を稼いでくれ。愛しているよ、トミー。こんなことして死ぬだけよ。私を置いてったせいでね。最初から何人かで追いかけてりゃいいの。無理なものは無理なの。私を閉じ込める気？行かないでほしいけど。無理な相談だね。行かないでほしいけれど。どうせ行くんでしょ。あなたもなの？ええ。こっそり抜け出すつもりだった？ん？そう。歩いて？そう。あなたの馬を出しておくように言っておいたわ。武器も持って行って。ありがとう、マリア。お願い、頼むから、バカな夫を無事に連れ帰ってちょうだい。わかった。さあほら、行きなさい。暗くなる前に。男がジョエルの上に乗って頭を裂いて、しかもジョエルは銃も使えなくて。うわ、怖かった。あの時はとにかく無我夢中で、駆け寄って銃手に取って頭撃ってた。何歳の時？14。初めて人殺したのは何歳？感染者込みで抜き。キノコ頭じゃない、意識がある人。10歳。マジ？なんで？ママに襲いかかったから刺したの。うわ。私より上。私最強でしょ。ねえ、もしかして迷子？あー、迷子じゃないよ。だよね。ちょっとは信じてよ。あなたとジョエルが出会ったあのイカれた殺人鬼たちは、一度は追いかけてきたんだし、WLF と何か関係があるんじゃない？うん、多分違うグループだと思う。じゃあボストンにある闇市の密輸業者は？ディーナ、ジョエルは敵が多かったし、考えたって無駄だよ。そっか、思った。情報を集めないと。
エリー、車。うん、近づいてる。周り見張ってて。オッケさっきのでっかい、ちゃんと道分かってたんだね。キラリ止まってて。うん。よし。いいものあった？古い観光地図。悪くないかも。ジャクソンの監視ジャンプと偽装してるのかな。かもね。だったら怖いな。
あれ、隔離地域？そう、見つからないようにね。見える？うん。でもどうやって登ろう。 WLF 侵入者は見つけ次第射殺。うわ、怖。まあでもここで間違いなさそう。誰もいないね。この警告見る限り入り口はあるってこと。これって檻？留置所だよ。ボストンにも同じのがあった。
入り口ある？エリねえ、あそこの上は？エリー、これはどう？
ディーナ、手伝って。オッケー。見張ってるね。向こうからゲート開けられるか見てきて。任せて。だったけど、どこに隠れてるの？
なるほど。電気通せってこと？これっていつ書かれたんだろう。セレベナ基地。手がかりにはなるか。
ジェネレーター見っけ。リーナ、ねえ、大丈夫？今の音何？あそこのゲートを開けた。次はこっち開けないと。うん、エリーならできる。どうも。不足。どんな感じ？
やった。さすが。やば。ほら、エリー。もう行かなきゃ。かなり大きい音したし。どうする？メモ見つけたよ。番号書いてあった。それによると WLF の金庫がセレベナ基地ってとこにあるって。セレベナね。探してみる。まずはそこで奴らを見つけて口割らせて考えよう。賛成。